い、こんにちは、ニアでーす。ってことでですね、裏千住チャレンジのカリンドラゴン使ってボコボコにしていく編成紹介していこうと思います。まあね、裏千住はですね、結構ね、スキルターンプラス1ってところにね、注目されがちなんですけど、実は長寿力250分の1なんですよね。めちゃくちゃ長寿力強いんですよ。で、まあ、大体のキャラクターが火力を出せない中ですね。やっぱ、カリンドラゴンさすがですね。めちゃめちゃ火力が出るんですよね。浮遊、樹脂、二つ、ウェイ、四つで、マジで火力高いです。はい。なのでね、このカリンドラゴンの火力を使って敵を倒していく編成を紹介していこうと思います。で、もちろんね、カリンドラゴンもこれね、スキルターン、まあ、進化後、スキルターン3ターンですけど、これもスキルターンプラス1されちゃって4ターンになっちゃって、あとはね、さすがにループとかはできないので、まあ、今回はですね、色が足りるようにですね、ラフィーネ使ってループしていくって感じになっております。はい。でね、まあ、その他、リーダーとかに関してはね、今から説明していきますね。まずリーダーはね、まあカリンドラゴン使ったらリーダーはね、ほぼ一択ですよね。こちらです。はい、こちらグランエルブですね。まあカリンドラゴンといえばグランエルブですよね。ただね、こいつはフレンド側で使ってるんで、別に持ってなくても一応大丈夫っちゃ大丈夫です。はい。これね、進化前のね、ご遅延もね、結構刺さるんですよね。裏千住はね、一回層遅延刺さるので、敵がね、すごいギミックしてくるから遅延でやり過ごすのがすごい強いですね。はい、で変身後は3ターンのスキル、2ターン、1ターンダブル吸収ですね。はい、でもこれね、スキルターンプラス1されるんで、で、まあ、4ターンのスキルになっちゃうって感じですね。まあダブル吸収枠って感じで採用されております。はい、そしてね、もう一片方、自分側の相方がですね、こちらです。はい、こちら、アトベですね。アトベね、これね、リーダースキルが水闇同時攻撃で半減3コンボ加算、9コンボで半減24倍固定1ダメージってことで、めちゃめちゃね、まあ、グランエルブと同じような水闇の同時消しキャラなんで、めちゃめちゃ相性いいんですよね。はい。今回はこいつを使っていこうと思います。地味にね、このね、進化スキルで、この三色陣ループ、まあ、ループじゃないけど、ループじゃないね、はい。三色陣をたくさん打てるっていうのも強いんですよね。はい。まあ、こちらを使ってですね、やっていこうと思います。ってことで見てください、どうぞ。さあ、ってことでやっていきましょう。裏千住ですね。カリンドラゴン2体入りとなっております。まあ、火力高いですからね、2体もいたら全部倒してくれますね。で、今回、称号チャレンジのダンジョンでやってないんですけど、時間は余裕なんで安心してください。はい、もうね、20分切れます。全然大丈夫です。ではね、まず1回層なんですけど、1回層ラフィーネ変身してください。で、カリドラ2体変身していきます。はい、変身変身ですね。よし。そしたらですね、はい。さあ、ジョイラの裏打っていきましょう。これね、徳川和也武器ですね。はい。で、1コンボします。はい。さあ、で、攻撃を受けます。はい。で、攻撃を受けます。攻撃を受けます。攻撃を受けますね。はい。で、次ですね、回復1コンボしてください。はい。で、また攻撃を受けていきましょう。はいと。で、ダメージを受けます。はい。そしたらですね、リダチンしていきましょう。はい。さあ、後でリダチンです。で、1コンボしていきましょう。はい、1コンボと。よし。ではね、水回復闇、組んで殴っていきましょう。回復はね、四つ消しがいいですね。はい。これで、軽減を張って、耐久していきます。はいと、OK ですね。さあさあさあ。これでですね、グランエルブ溜まったと思うので、グランエルブ変身してね、さらに遅延かけていきましょう。はい。このね、裏千住はね、やっぱね、敵のギミックが1回層多いので、遅延が有効ですね。はい。じゃあ、マイナスドロップとかね、まあ、なるべく消しながら、1コンボして、あと1までね、行きましょう。はいと。はいはいはい。よしと。さあ、風飛んでっちゃいましたね。よしと。さあ。はい、あと4ターンですね。1コンボしていきます。はい。さあ、さらに1コンボ。はい。さあ、さらに1コンボと。よし。さあ。はい。では、殴っていきましょうね。闇と水、四つ消しして殴っていきます。はい、このパーティーはね、基本的に四つ消しで火力出します。まあ、カリンドラゴンですからね。火力は全てカリンドラゴンなんで、今回の編成はね。はい。では、これで殴って突破していきましょう。はい、OK です。ちなみに今回ね、2人削れてますけど、普通に4体残ってる状態でも軽く四つ消ししてあげれば倒せます。さあ、ってことで2回層ですね。2回層、まずはね、アトベ進化させましょう。これね、裏のスキル使ってるんで、まだ表のスキル打ってません。なので進化させます。そして、ラフィーネ打ちましょう。で、グランエルブ打って、ジョイラ打って、で、水3ウェイ含む全力パズルしていきましょう。はい、ラフィーネ変身と。で、グランエルブも変身して、で、ジョイラを打ちましょう。はい。で、ルーレットからね、最初水を取り出すといいですね。はいはい、さあ、はい、はいはい、水取って、はい、さらに、はい、水を取ってと。さあ、さらに、はい、水を取ります。はい、まだまだ水を取ります。水取って、はい、水を取って、はい、さあ、はい、水を取って、あと1個ですね。いいよしと。で、水の3ウェイですね。で、殴っていきましょう。はいと。で、超根性持っていきましょうね。はい、OK です。よしと。さあ、では次ですね。はい、ここヘイスト来るのね。で、グランエルブの裏が溜まるので、グランエルブの裏打って1コンボしていきましょう。はいと、さあ、敵無効貫通貼るんですが、ここはグランエルブの裏を打って1コンボですね。よしと。
で、一旦待ってからですね、はい、ここでね、アトベ打ちましょう。で、2ウィン2個ですね、水の2ウィン2個で殴っていきます。はい。さ、ルーレット水で止まってるんで、水取って秋になりましたね。はい。さ、四つ消しして、四つ消しして、はい。さ、これで四つ消しと。はい、OK ですね。これで突破していきましょう。はいと。はい、OK です。これで突破していきます。さあ、ってことで続いてですね。続いては3階層です。3階層ね、ここ、カリドラ、打ちましょう。はい。さあ、カリドラ、裏ですね。溜まってるやつ、打ってください。これがね、ダブル吸収ですね。で、ワンパンしていきましょう。はいと。さあ。はい。カリドラの裏ですね。刹那 F1000 円の方、打ってください。で、ダブル吸収を打ちます。で、ラフィーネ、打ちましょう。はい。さあ、で、四つ消しして殴っていきましょう。はい、四つ消しと。はいはいはい。さ、で、四つ消しして、四つ消しして、はい、四つ消しと、い、OK ですね。さ、水取って、水取って、はい、OK ですね。こんな感じで、殴っていきましょう。よしと。さ、はい。でね、水はね、全体消しを入れた方が突破できますね。別にこいつね、残っても大丈夫です。ダブル吸収ね、2ターン継続なんで、別にまあ、残ってもいいんですけど、まあ、タイム的にね、ワンパーしたが早くなりますよって感じですね。はい、では突破していきます。ということで、続いては4階層ですね。4階層、ここはですね、回復をかき集めて、一旦待ってください。はいと。さあ、待ちましょう。はい、雲と。よし。では、回復を、はい、かき集めましょう。はいはい。さあ、回復取って、回復取って。まあ、整地してあげてもいいですね。組みやすいように。はいと。はい、ですね。こんな感じで、待ちます。はい、ですね。いっぱい回復あってね。はい。さあ、では次ですね。次はもう全力で追い打ちをたくさん組んでください。3つ追い打ちが組めれば、雲、帯は張らせます。はい。別に残ってても問題はないですね。はい。で、別にね、軽減とか何も張る必要もないので、ひたすらね、追い打ちを組んでください。はい。さあ。まあ、2個は組めそうかな?はい。よし、さあ。まあ、あとは適当にね、組みましょうか。ちょっとね、さすがにもう1個行くのはきついんじゃないかなって感じですよね。はい。さあ。OK ですね。で、遅延食らいます。で、遅延食らったらね、これでカリンドラゴン撃てるようになるんで、ここでカリンドラゴン撃ちましょう。で、殴っていきます。はい。10コンボ吸収なんで余裕で超えますね。はい。じゃあ最後の1個の追い打ちを組みながら、四つ消しで殴っていきましょう。はい。追い打ちを組んで、で、はい。四つ消しですね。闇の四つ消し。はい。水の四つ消しと。はい。OK ですね。まあ、適当に組んでも10コンボはいきますね。はい。OK です。はい。では、殴っていきましょう。で、雲、帯張らせましたね。これでもう見えます。はい。さあ、じゃあ、超根性まで削っていきましょう。ね、よしと。いいよし。で、このまま継続してね、そのまま殴って突破していきましょう。はいと。さあ、2ターン変質ともらって。はい。さあ、では、行きましょう。はい、怒ってますね。はいはい。じゃあ、カリンドラゴン撃って、殴っていきましょう。水四つ消し、闇四つ消し。はい。で、回復とかも四つ消しして殴っていきましょう。はいはいはい。四つ消し。四つ消しと。はい。いいですね。これで殴って突破していきましょう。はいはいと。はい。OK です。これで突破していきます。さあ、ってことで続いてですね。はい。続いては5階層ですね。5階層、ここですね。まあ、火、水、木の敵がいますが、火の敵出た場合は、ラフィーネ撃って指現象を返してください。で、カリドラ撃ってワンパンですね。で、水の敵出た場合は、ルーレット、回復花火されるんでね。ルーレットで水闇取り出して耐久した後に突破してください。で、木の敵出た場合ですね、リデフレバインド食らいますが、その場合ね、ジョイラ撃って、で、グランエルブ撃って、ワンパンしてください。はい。って感じになっております。まあ、今回火の敵ですね。まあ、比較的当たりの方かな。で、はい。では殴っていきましょう。カリドラ撃ってね。四つ消しで殴っていきましょう。はい、OK です。突破していきます。で、こっからはですね、ラフィーネループですね。はい。さあ、続いては6階層です。6階層ね、ここ、1ターン目、アトベで威嚇してください。で、アシスト向こう帰ってきたら倒すって感じですね。で、前田はすぐ帰ってくるんで、すぐ倒せますね。はい。アシスト向こう中に倒すのはダメです。はい。次の先生受けれないんでダメですね。はい。さあ、では、一旦待って、はい。でね、これでアシスト返ってくるんで殴っていきましょう。前田じゃなくて、明智の場合でも同じですね。明智の場合は3ターンか4ターンかな。はい。まあ、あと、アシスト向こう帰ってくるまで待たなきゃいけないですけどね。はい。まあ、やることは同じです。はい。では、殴っていきましょう。はい。さあ、しっかりと四つ消し組んであげてください。はいはい。さあ、まあ、四つ消し組めば勝手に飛んでいきます、敵はね。はい。ってことで、四つ消し組んで殴っていきましょう。はいと。はい、OK です。突破です。ということで、続いては7階層ですね。7階層ですね。ここ、グランエルブ、溜めて突破してください。今回溜まってますので、このまま突破していきます。はい。
さあ、属性吸収ですね。あ、ちなみにね、こいつじゃない方ですね。もう一個のゼローグの方だったら、グランエルブいらないですね。ちなみに。はい。さあ、てことで殴っていきましょう。属性吸収。はい。打ってるんで、普通にね、水闇の、はい、ウェイ組んで殴っていきましょうね。はい、オッケーです。よしと。よしよしよし。はいはい、水取ってきて。はい、オッケーです。さあ、殴って突破していきましょう。はいはいはいと。さあ、回復の四つ木してね、HP は全部回復できます。はい、オッケー。ってことで突破していきましょう。はい。さあ、ってことで続いては8階層ですね。8階層ここ、はい、ひいきの敵出た場合ですね。は、ここね、消せないしてくるんで、闇ウェイで消せない回復してから、全力で殴ってください。あと1で突破するんで全然 OK です。で、水の敵出た場合ですね。は、全力で平積み12コンボしてください。で、耐久した後に全力パンチで殴るって感じですね。はい。さあ、ってことで今回はですね、消せないが出てます。はい。で、消せない回復はもうしてますね。さあ、ではラフィーネ、カリドラ撃って、はい、殴っていきましょう。はい。まあ、一応ね、余裕を持って、2ターン前で殴ろうとしてるって感じですね。別にあと1で殴ってもいいんですけど、まあ、一応倒し残した場合のね、に備えてって感じです。はい。さあ、では殴って突破していきましょう。はい、OK です。よしと。はい。あ、倒し残しましたね。しっかりね。はい。貴族生ですからね。よかったですね。2つ前から殴っといて。さあ、ではね、しっかりと四つ消しして殴っていきましょう。はい、はい、はいと。闇の目欲しいね。はい。さあ、で殴って、まあ、どっちでもいいか。どっちみち倒すもんね。はい、突破です。OK ですね。いいよし、突破。さあ、ということで、続いては、はい、9階層ですね。9階層、ここ、グランエルブ打って突破していきましょう。はいと。さあ、で、水の敵出た場合はね、暗闇ないので、頑張ってください。はい。さあ、グランエルブ打って殴っていきましょう。トゲはね、回復四つ消ししてあげたら全然関係ないんで安心してください。はい、回復四つ消しして、水四つ消し。はい、水四つ消し。はい、さあ、回復四つ消しと。OK ですね。まあ、回復四つ消しで相当回復するんで、もう大丈夫ですね。いいよし、ということで殴っていきましょう。はい、水ウィン組んでれば倒せます。はい、OK。これで、アイワンパンと。はい。さあ、続いて10階層ですね。10階層ここ、ヒーキーの敵は、まあ、特にないんで、そのまま殴ってください。はい。で、上杉はね、ダメージ吸収なんでね。はい。グランエルブ貯めて、グランエルブ撃って突破になります。さっきね、1個前の階層でグランエルブ撃ってるんで、ここに来てね、貯め直しになります。まあ、外れ敵ですね。いわゆる外れ敵です。はい。さあ、ってことでグランエルブ待っていきましょう。グランエルブもね、まあ、いつもよりプラス1ターンになってますから、裏千住だからね。はい。さあ、まあ、ちょっとためんのめんどくさいっちゃめんどくさいですけどね。はい、待っていきましょう。さあ。はい、ラフィーネ撃ってと。まあ、回復四つ消しとね、闇水消すだけですから。まあ、そんな苦ではないですね。敵も水作ってくれるから、まあ、回復と闇見てればいいみたいな感じですね。はい。はいと。はい、OK ですね。まあ、ちょっとルーレットから闇を取り出してあげとくと、ちょっと楽かな、みたいな感じ。はい。よし。さあ、待ちです。あ、どんどん削れて、あ、突破しちゃいましたね。グライルブ撃ってないのに。さあ、続いて11階層です。はい。さあ、11階層ですね。ここはですね、まず、こいつですね、銀地を出た場合は、グランエルブが必要になります。またグランエルブですね。まあ、前の階層でグランエルブ使わず突破できたんで、もうすぐ溜まると思います。はい。で、他の敵に関してはですね、お市の前は覚醒無効飛んでくるんで、ジョイラ必要ですね。で、後の敵に関しては普通に倒すだけで OK です。はい。まあ、必要であればね、もちろんカリンドラゴンは撃ってください。カリンドラゴンね、裏溜まらないように気をつけてくださいね。結構ね、まあ、カリンドラゴンを大事に大事にしてると裏溜まっちゃったりするんで、それ注意が必要ですね。はい。さあ、では攻撃を受けてと。はい。さあ、行きましょう。はい。カリンドラゴン撃ちます。グランエルボー撃ちます。はい。さあ、属性吸収、無効貫通、無効両方撃てたので、四つ消しで殴っていきましょう。はい、四つ消し。いい四つ消しと。はい、さらに四つ消しして。いい四つ消しして。はい、四つ消しして。はい、OK です。いい、よしと。さあ、では殴っていきましょう。はい。はい、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 OK です。いい、よし。突破していきましょう。スタートってことで続いては、12階層ですね。12階層ですね。ここは特にないんでそのまま普通に殴ってください。無効貫通の敵出たら無効貫通のね、カリンドラゴン撃って殴ってください。はい。で、ジョイラはね、撃って大丈夫です。こっからの階層はね。ただし、もしね、ここまででジョイラ使ってなかったら、裏貯めるの推奨ですね。はい。で、グランエルブの裏か、ジョイラの裏、どっちかは絶対に半分行動の時に必要なので、どっちかが溜まるようにしといてください。だからまあ、ジョイラはここまで撃ってなかったら、裏溜まりそうなんでね。
取っとくのがおすすめです。はい、ということでカリドラ打ってこいつ倒していきましょう。はい、さあもちろんね、豊臣の場合でも同じですね。ジュラじゃないや、普通にね、カリンドラゴンなしで突破できますね。ということで続いて住宅へとですね、はい、ここ楊貴妃です。楊貴妃の場合はですね、ここアトベで花火返してワンパンしてください。でね、これね、ラフィーヌでね、水から木を取ってきてください。で、木の上にしっかり組んでくださいね。これ木の上が結構重要です。はい。さあ、では殴っていきましょう。で、ここですね、徳川、織田ですね。織田出た場合なんですけど、織田出た場合はですね、普通に殴ってもらったらいいです。はい。普通にカリンドラゴンを打って殴ってもらったら OK です。はい。ということで、はい、楊貴妃ですね。倒していきましょう。四つ消しと。はい、OK です。突破していきましょう。はい、続いては14階層ですね。14階層ね、次。はい。敵いろいろね、ギミックしてきますが、普通に倒してください。で、注意があってですね、ラフィーネを撃ったターンは突破しないでください。というのも、次の階層でね、デバフが来るんですよ。で、そのデバフをラフィーネが返したいんですけど、敵が3ターン反響なんで、ここで撃ってね、突破すると、ラフィーネ溜まんない状態になっちゃうので、ここはですね、しっかりと。はい。ラフィーネを撃った次のターンとかでね、突破してください。じゃないと、敵のね、次の攻撃が返せなくなっちゃうんで、注意です。はい。さあ、ってことで、はい、殴ります。よしと。はい。さあ、危なかったですね。今のは倒しちゃダメですからね。はい。さあ、10コンボ吸収と。よし、で、ロックされますが、もう盤面でいけそうですね、これね。はい。さあ、カリンドラゴン打ってロック解除もできますが、まあ、盤面でいけそうですが、まあ、カリンドラゴン打ってますね。はい。じゃあ、いいでしょう。打ちて、はい、四つ消し。はい、四つ消しと。はい、いいですね。しっかりと組んで。はい、組んで。あ、木つながった。はい。さあ、殴っていきましょう。まあ、木つながっても何でも関係ないですね。はい。さあ、ってことで突破して、いよいよボスでございます。はい。はい、ボスです。さあ、ボスね、1段階目なんですけど、こちらですね、サンタ発狂ですね。で、水闇の軽減のみで耐久可能です。はい。さあ、で、一番快適になるルートはですね、3ターン目にラフィーネ打って、で、ワンパンするっていうのが一番楽ですね。突破ラインは、泥鏡を含む水と木のウェイ、2セットずつの10コンボで倒せますね。はい。で、もしね、ワンパンするのが不安だよって人に関しては、2ターン目にラフィーネ打って、で、全力でワンパンか2パンのどっちかするって感じがいいですね。はい。さあ、ってことで殴っていきましょう。まあ、殴ってもですね、まあ、見ての通りね、デバフ食らってるんですよ。サブ4体がね。で、この編成はカリンドラゴンで削る編成なので、カリンドラゴンにデバフ入ってると、火力全然出ません。はい。さあ、まあ、でもそれでも結構削れた方ですね、これはね。はい。じゃあ、一旦待って、あと1で突破しましょう。まあ、こんだけ削れてれば大丈夫ですね。はいと。よーし。はい、OK ですね。さあ、水の上、これは熱い。はい。よし。さあ、ではね、サブデバフ、ラフィーネのね、スキルで返して、で、殴っていきましょう。そしてね、半分発狂に必要なね、ジョイラの裏のスキルも溜まってくれました。はい。さあ、では、グランエルブ打ってね。はい。さあ、で、ラフィーネ打って、バフもかけてね。さあ、殴っていきましょう。はい、はい、はい。盤面に水がないからちょっと怖いですね。これね。はい。さあ、水取ってきて。はい、水取りましたね。大丈夫ですね。はい、で、火薬四つ消し。闇をもう一個組んで四つ消し。はい、完璧です。はい。OK ですね。さあ、では殴っていきましょう。はいはいはい。よしと。さあ、10コンボ、11コンボ。はい。突破していきまーす。さあ、ということで、最終的階層でございます。半分時ね、ジョイラの裏かグランエルブの裏打ってください。今回もジョイラの裏溜まってるんで、グランエルブ前の階層で打っちゃいましたね。で、半分後にね、水花火されるんで、それは後部で返してください。はい。って感じになっておりますね。さあ。では、殴っていきましょう。はいと。さあ、普通にね、回復四つ消ししながら、闇、水も四つ消しして殴っていきましょうね。はい、四つ消し。はい。よし、四つ消しと。四つ消し。はい、OK です。まあ、木にしましょうか。木、あ、なんなかったわ。はい、では殴っていきましょう。はいはい。さあ、まあね、絶対一般でね、半分行ったりとかしないんでね。安心してくださいね。はい。で、削っていきます。削りはこんな感じですね。まあ、3パンで半分いくかなって感じですかね。はい。で、攻撃をされてと。さささ。で、殴っていきましょう。で、カリンドラゴンはね、ガンガン撃っちゃっても大丈夫ですからね。はい。さあ、では、水四つ消しして、あ、闇四つ消しして、木も四つ消ししたい。はい。はいはいはい。よし。
いいですね。では殴っていきましょう。はいはいはい。はい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 、OK です。よーし。さあ、さすがに次はハムいきますね。では、ジョイラ撃ってください。はい。さあ、カリンドラゴン撃って、ではジョイラってか、ジョイラの裏ね。ジョイラの裏、撃ちましょう。はい、2ターン激減ですね。さあ、では殴っていきましょう。しっかり回復の四つ消しでね、HP も回復しといてね。はい。さあさあさあ、はい、四つ消し。四つ消しと。さあ、はい。四つ消しと。いいですね。では、これで削っていきましょう。はい、はい、はいと。はい、オッケー。これで半分に行きました。で、ここでね、敵水花火してきますので、アドベ打ちましょう。はいと。で、指銀賞はもちろんラフィーネで返しますね。はいと。さあ、水花火、アドベを打って、で、指銀賞はラフィーネですね。で、返していきましょう。はいと。オッケーですね。ではでは、殴っていきましょう。はいはいはい。で、これね、盤面がいいので、まあ、削り時です。ありますね。はい。さあさあさあ。はい、水の四つ消しして、はい、木も四つ消し大事ですね。はい。そうですね。木の四つ消し大事と。で、四つ消しして、さあ、木の四つ消しが繋がっている。はい、OK ですね。まあ、こんな感じでいいでしょう。はい、木の四つ消しも組めたし、水も闇も組めてますね。はい、削っていきます。はい、吸収にかかりましたと。はい。さあ、超根性戻りましたね。まあ、時間は大丈夫です。はい。今はですね、ちなみに19分経ちましたね。はい。じゃあ、カリンドラゴン撃って、殴っていきましょう。はい。四つ消しして、四つ消しして、はい、四つ消しと。はい、四つ消し。はい、四つ消しと。はい、よし。さあさあさあ。はい、いいですね。これで殴って突破していきましょう。突破じゃないね。はい、超根性まで削っていきましょう。はい、オッケー。さあ、再び超根性まで削れましたね。さあ、で、敵怒っています。さあ、攻撃を受けて。いいよし。さあ、殴っていきましょう。カリンドラゴン撃って、殴りまーす。はい、四つ消し。五つ消しになってますね。はい。さあ、四つ消しして、殴っていきましょうね。はい、四つ消しと。さあ、はい。はい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 。はい。さあ、はいはい、四つ消しと。さあ、はい。最後までね、上二つは五消しでしたね。はい。まあ、殴っていきましょう。あんま変わんないですね。多分。はい。どっちみちね、カリンドラゴンはね、火力出してくれるんで。はい。さあさあさあ。はい。あと、ツーパンって感じですかね。さあさあさあ。はい。四つ消しして。はい。はいはいはい。回復も四つ消し。い。さあ、はい。四つ消しして。四つ消しして。はい。さあ、闇が五消しになりましたね。はいはいはい。では、殴っていきましょう。いいよしと。はい。削っていきます。さあ、ってことで。あと一般ですかね、これはね。はい。さあ、あとコンボ現象だとね、ちょっとね、10コンボいかないとしんどいかもしれないですね。ラフィーネ打ちます。はい。さあ、まあ、落ち込んどるかでもよりますね。はい、あと目打ちました。さあ、殴っていくんですが、ちょっと不安なのは5コンボ吸収、5コンボ現象ってところね。はい。さあ、まあ、これ吸われちゃうと、はい、ちょっとめんどくさいかな、みたいな感じはあります。はいはいはい。さあ、四つ消しして、四つ消しして、はい。さあ、殴っていきましょう。で、コンボ数が、はい、6、7、8、9。はい、あ、9ですね。落ち込んなしでしたね。さあ、ってことで吸収されましたということです。はい。さあ。では、四つ消し、四つ消しで。はい、四つ消しして。はい。はいはいはい。さあ。さあさあ、はい。ちょっとこっから削るのは不安ということですね。つまりね。はい。さあ、殴っていきましょう。はいはいはい。はい、OK です。ちょっと削ります。さあ、では、倒しましょう。まあ、ここまで削れば大丈夫ですね。はい、カリンドラゴン2発撃てます。カリンドラゴン撃って、はい。さあ、もうないですね。生成できるものが。さあ、殴っていきましょう。四つ消しして、四つ消しして、四つ消しと。はい。さあ、はい、闇繋がっちゃう。さあ、はい。OK ですね。闇四つ消し、じゃあ、水四つ消しか。で、殴って、はい、OK ですね。これでおしまいです。まあ、今回はですね、ちょっとね、最後の下りがあったから、まあ、ちょっとね、時間22分ぐらいかな、でしたけど、まあ、基本的には20分切れるかなって感じになっております。はい。ではね、立ち回りとタイム見していこうと思います。こちらです。はい。
続いて代用解説やっていこうと思います。いつも通り代用の前に編成紹介すると、アトベにグランエルブ、ラフィーネにドルク、カリンドラゴンにセスナ FCA、 カリンドラゴンにカイドウ、ジョイラにカズヤ、グランエルブにメタトロンです。継承全部スケルベ1で OK で、HP プラプラが4つ、回復プラプラが1個ついてます。必要 HP は 354,201。必要スキル20で、バッチは HP です。リタグル逆は NG ですね。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が15個、雲と追い打ちと角色泥鏡と水属性追加が役割です。グランエルブはチーム HP とリダチェンと威嚇が役割ですね。HP 注意してリダチェンで OK で、マッハとかおすすめです。続いてドルクです。こちら追い打ちと水属性追加が役割ですね。続いてエクシアです。これはスキブと火、水気、泥鏡と3色とダブル吸収が役割です。スキブ、弱化ドロップ、火力、スキルターン注意してダブル吸収で OK です。正月リーチェとかウルフデイトナがおすすめです。続いてカイドウです。こちらチーム HP と水闇泥鏡と 7C が役割ですね。HP、弱化ドロップ、火力注意してチーム HP プラス火力盛りで OK です。イズナとかグレオンとかセイナがおすすめですね。続いて徳川和也ですね。こちらスキブとチーム HP と雲と2ターンヘイストと激減が役割ですね。スキブ HP 雲注意してチーム HP プラスヘイストプラス激減で OK です。レミウスおすすめですね。続いてキメタトロンです。こちらはチーム HP とウェイと激減が役割です。 HP 火力注意してチーム HP プラス激減で OK ですね。オビワンとかアメリカとかミアがおすすめです。続いて本体代用のための役割です。ラフィーネはスキブ2で指延長でルーレットとサブエンハンスが役割です。スキブ火力注意してノクタリアがおすすめですね。ループしないから注意してください。続いてカリンドラゴンです。こちらスキブ4で火力枠で2ターンヘイストと無効貫通とロック解除水闇回復生成が役割です。これ交換所のキャラですね。スキブ火力注意して無効貫通スキルで OK で、雪音とかポルナレフとかオーキがおすすめです。続いてジョイラです。こちらスキブ6で帯で回復枠で76枠で1ターンヘイストと全泥鏡と消せない覚醒無効回復が役割です。スキブ帯回復力注意してください。はい。ってことで以上です。もしね、参考になったら高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。